シックスパック。ワン。3 4 6 Finish
完成しました。映画スカイウォーカーの夜明けに登場する X ウィングとミニフィグが4体ですね。映画をまだ見てませんので何とも言えませんけど、どのように登場するのかがちょっと楽しみですね。ではミニフィグから見ていきます。はい、今回付属するミニフィグが4体で、みんな大好きポー、 R2T2、そしてこの2体なんですけど、ちょっと名前わかりません。 Amazon さんの方でもまだ情報が更新されてないみたいですね。僕の知識不足で大変申し訳ございません。はい、ポーに関してはもう今までの従来シリーズと比較してもほぼほぼ似てるような感じなので、特に何も言うことないかなって感じです。R2D2、 こちらに関しても他の商品に付属している R2D2 と大きくは変わらないので、まあ、特に目立った要素はないかなと思います。そしてこちらの新キャラ、予告で少しだけ登場してましたよね。はい、見た目がね、ウォーキングデッドのミッション風でめちゃめちゃかっこいいですね。でこのウィッグもかなり作り込まれていて、かなりテコ入れされてるミニフィグかなと思いますね。見た目的にも本当にかっこいいかなと思います。どのような形で映画に登場するのかが、まあ、非常に楽しみですね。そして隣、多分レンの部下かなと思います。こちらのミニフィグに関しては全く分かりませんね。映画を見たらもしかしたら分かるのかもしれませんね。そしてこちらの75273の商品なんですけど、やっぱりこのミニフィグが入ってるっていうのが非常に大きいですね。まあ、このミニフィグがなければこの商品は本当にただの高い X ウィングだけっていう感じでしたね。はい、このミニフィグは非常にポイントが高いなと思います。続いてメインの X ウィングを見ていきます。僕自身 X ウィングを実は4台か5台ぐらい持ってて、結構ね細かな違いや仕様の違いも分かります。それをご説明させていただきます。まず前の方からいきます。はい、パッと見た感じは今までの X ウィングとほぼほぼ同じですね。細かい違いはありますけどほぼ同じで、大きな違いっていうのがここ、はい、これね外れるようになってますね。はい、今まではここが一体型になってたんですけど、こちらは外れます。ただ見た目的には何も問題ないので、まあ、今までのシリーズと同じかなと思います。はい、ここヒンジ使われている造形も今までの X ウィングとほぼ変わらないです。そしてそのまま後ろを見ていくと、はい、まあ、デザインの違いっていうのはもちろんあるんですけど、基本的な仕様はほぼ同じかなと思います。そして今回なんですけど、スプリングシューターがね、右に1つ、左に1つで2つしかないんですよ。今までの X ウィングで大抵4つあったので、ちょっとねこれは残念かなと思います。ただ増設するのはすごく簡単なので、スプリングシューターが余っていれば上に増設できますね。そして次コックピットを見ていくと、はい、ここら辺も大体今までの X ウィングと同じですね。この見た感じのここら辺っていうのがやっぱりルーク・スカイウォーカーの X ウィングに形が似ています。そしてこのレバーですね、ここもルーク・スカイウォーカーの X ウィングと同じ仕様になっていて、はい、ここスイッチありますよね。これはルーク・スカイウォーカーの X ウィングと同じ仕様です。で前に戻ってきました。コックピットを開けて、はい、まあ、ここら辺も今までの X ウィングと仕様は同じですね。はい、 R2D2、 まあ、ここら辺の仕様も同じですね。そしてそのまま後ろ見ていきます。もちろん細かい違いはあるんですけど、大まかな作りとしては今までの X ウィングとほぼ同じかなと思いますけど、一つだけ大幅に違うところがあって、はい、これルーク・スカイウォーカーとか先日ご紹介させていただいた X ウィングっていうのは、もうこれがねポロ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 取れるんですよ。ただこちらの X ウィングに関してはもう取れない、全然取れないですね。かなり頑丈に作り込まれてます。はい、ここはね進化してますね。これはすごい進化してるので、評価が高いポイントかなと思います。全然取れませんね。はい、でそのまま前に戻ります。そしてこんなものも付属しています。はい、機体に乗るためのはしごですね。あと今回はカツラと、はい、ポーのヘルメットも付属してますね。でヘルメットも黒色ですごいかっこいいかなと思います。はい、一通りご説明させていただきました。やっぱりスターウォーズって言えばミレニアムファルコンか X ウィング、まあこの2つが非常に人気ですよね。そして今現在 Amazon さんの方での価格がだいたい1万4000円前後ですね。まあ700ピースで1万4000円なので、超ウルトラ高級商品かなと思います。ピース単価がやっぱりすごい高すぎるので、もうちょっとお安くならないと購入する方少ないんじゃないかなっていうのがちょっと懸念点かなと思います。そして今回の X ウィングでスカイウォーカーの夜明けのレゴ製品のレビューが最後になります。まあ、今後はスターウォーズの普通の新商品もレビューしていきたいかなと思っております。ご視聴いただきありがとうございます。またね。フォースとともにあらんこと。
せっかくなので他の X ウィングとサイズ比較させていただくと、はい、先日ご紹介させていただいたフォースの覚醒の冒頭に登場する X ウィングですね。そしてちょっと上から見た感じも見ていきます。でこちらの方が1ミリ2ミリぐらい長いんですけども、ほぼ同じですね。もうこの際こちらの X ウィングも並べちゃいましょう。はい、やっぱりね、 X ウィングって言えばこれですよ。これ初代 X ウィング、ルーク・スカイウォーカーの X ウィングですね。まあこうやっていっぱい並べるとやっぱり貫禄がありますね。はい、皆さんどの X ウィングが好きですか？